ローラ T700 ローラカーズはかつて存在したイングランド東部ハンティンドンに拠点を置くレーシングカーのエンジニアリング企業である。かつてのボートメーカーローラエイリングズと炭素繊維生産の専業メーカーローラコンポジッツをメンバーとするローラグループのメンバーである。1958年にエリック・ブロードレイによって設立された。 フロントエンジンの小型スポーツカー製造から成長を遂げ、後に会議のプロジェクトが派生し、世界最古かつ最大のレーシングカーメーカーの一つに多角化した。現在の会長はマスターカードローラ会一プロジェクトの失敗後、1998年に会社を所得したアイルランド人のマーティン・ビレーンで、社長は過去にロータスやティレルでマネージャーだったルパート・マンワーリングである。 2012年5月16日付で会社管理手続きを申請し、関在人の管理下に置かれ経営破綻。その後、関在人の手で売却先を探し企業の存続を目指していたが、同年10月9日に関在人がビジネスとしての会社販売は実現しそうにないとの声明を発表し、企業存続が絶望的となった。今後は、 会社の売却可能な資産を売却し、生産を図るとされた。その後、ローラの資産は、マルチマティックに買収されたと発表。資産の購入に加えて、ローラカーズの名前と知的財産を使用するための、ライセンス契約を取得した。2014年、マルチマティックは、リムスサの、ウェザーテック、スポーツカー選手権 T クラス参戦のために松田。 スピードソースの共同チームに2台のローラ B08-80 を供給した。2016年、松田は翌年から始まるデートなプロトタイプインターナショナル規定に移行するため、この年で全てのローラシャーシの使用が終了することになった。一方で、ローラのファクトリー並び風洞は、ローラテクニカルセンターとして存続し、主に風洞のレンタル業務などを行い企業活動を 継続していたが、2018年に施設を売却する方針が明らかにされた。しかし、改定がつかず、2021年1月には、ローラの商標やアーカイブなども含めた形で、改めて売却の方針が示された。初期から、スポーツカーレースに車両を供給していた。b 零八八十 b 十一四十回一では、基本的に制作依頼を受けて、 シャシーを供給していたが、1997年にはワークスチームで単独人選した。レッグパーネル1962年、レッグパーネルのプライベーターチーム、ヨーマン・レーシング・ヨにニマーク4を制作。ジョン・サーティースの手で開幕戦オランダ GP でポールポジションを獲得。その後も任意表彰台2回など検討したが、スポンサーの撤退で姿を消した。 ホンダ1967年にサーティースの仲介でホンダ海一のシャシーを共同開発する。インディカーをベースにホンダエンジン用に改修したホンダ RA300 と RA301 はローラ式のシャシーナンバーでは T130、T180 とも呼ばれていた。RA300 はホンダとローラを組み合わせて通称アンドラと呼ばれ、 デビュー戦のイタリア GP で劇的な優勝を果たした。ヒル1974年、1975年には、グラハムヒルの F1 チーム、ヒル用のマシン T370、T371 を制作した。ハース1985年から1986年には、1960年代より、アメリカでローラの代理店を務めてきたカールハースが、 ベアトリス・フーズのスポンサードを得て、会一に参戦することとなり、このチームは、チームハース、もしくはハースローラと呼ばれた。マネージメントにはマクラーレンを追われたテディメイヤーが、ドライバーにはアラン・ジョーンズが、それぞれ会一復帰した。このチームのコンストラクターとして、ローラの名前が使われ、エリック・ブロードレーが、テクニカルコンサルタントの名目で参加したもののマシンの、 開発にはほとんど関与しなかった。ジョン・ボールドウィン、ニール・オートレイ・ロス・ブラウンのチームが開発した THL-1 はモノコックに被せるカウルを配し、モノコックが車体表面となるようデザインされたメス型モノコックであった。これは当時の F-1 としてはまだ珍しい構成であった。ラルース1987年にラルースからシャシー開発を受託し、 1991年まで同チームに LC シリーズを供給した。1990年の日本グランプリではランボルギーニエンジンを搭載したローラのマシーンを狩る鈴木アグリが3位表彰台を獲得している。1991年も同チームにシャシーを開発、供給したがチームの資金難もあって開発が全くできないシーズンでもあった。またこの年をもって、 ラルースへのシャシーの委託開発の契約が終了した。ラルースはローラに対して債務を負っていたが、1992年を前に、ラルースが破産宣告を行ったため、ローラは車両に関する代金をラルースから回収することができなかった。なおラルースは別組織を立ち上げ、1992年以降も会一に参戦した。 スクーデリアイタリア1993年にはスクーデリアイタリアに T93-30 を供給した。このマシンにはフェラーリ製の V 型12気筒エンジンが搭載された。T93-30 にはいわゆるハイテクがほとんど搭載されていなかったが第8戦のフランス GP からマニエッティ・マレーリがフェラーリのために開発したトラクションコントロールシステムを搭載した。 フランス GP の前線カナダ GP では、レースの審査委員会が、アクティブサスペンションないし、トラクションコントロールを搭載することはレギュレーションに違反すると指摘したが、それらを持たないチームは、スクーデリアイタリアのみで、指摘に含まれなかったチームは他に一つもなかった。セミオートマチックトランスミッションとアクティブサスペンションは、シーズンが開幕してから搭載を決定した。この年は、 予選で最高尾が定位置となり、予選普通化を7回記録した。成績が低迷したチームは、ヨーロッパラウンド終了時点で、会位から撤退した。スクーデリアイタリアはこのシーズン終了後、ミナルディと合併した。自社参戦1995年には、1996年から会位へ独自参戦をするとアナウンスを行い、アラン・マクニッシュをテストドライバーとして、 実装テストを行ったが、参戦に必要な資金を集めることができず、またテクニカルレギュレーションが安定しなかったことで参戦を見送った。1997年にローラは単独での F1 参戦に踏み切った。メインスポンサーにマスターカードが付き、カード会員から協賛金を集めるというユニークな計画を示した。しかし、急増したシャシーに、 ホルティコルセが使用していた中古エンジンを組み合わせたマシンは全く競争力がなく開幕戦ではジャックビルヌーブが記録したポールタイムから10秒以上も離され2台揃って107%ルールに停触し予選落ちとなった続く第2戦のブラジル GP では直前でマスターカードが突然財政支援を停止したためにチームは エンジン使用料の支払いが不可能となり、エンジンが供給されなかったので出走不可能になった。しかし、ブロードレイは、事前までには、新たなスポンサーを見つけて参戦を続けると発表したが、新たに資金を提供してくれるスポンサーが見つからずに、第1から撤退をした。また、シーズン途中でエンジンを、フォードからローラ V10 エンジンに変更する予定であったが、 撤退により表舞台へ出ることはなかった。1996年の終わりに唐突とも言える参戦表明から開幕戦までのわずかな時間での F1 マシンの製作はできたが、開発作業の時間が極めて短く、十分な競争力を確保することができなかった。結果的には、開一参戦表明から撤退までに要した費用がすべて借金となり、 ブロードレイは会社を手放した。2010年から会一に導入されることになった選択的コストキャップ制を利用し、会一に参戦する計画を進行させていることを発表した。結局、FIA 発表の2010年会一世界選手権エントリーリストには搭載されなかった。国際会参戦は2004年をもって終了したが、旧型シャシーを用いて行われる。 ユーロ3000選手権では2009年シリーズ終了までローラ製シ,ャシーが一貫して使われた。1996年から1999年1996年に全日本海3000がホーミュラ日本に衣替えするとローラは T95、50をベースに強度を上げた T96、51および T96、52を供給した。しかし、 シリーズタイトルはレーナードに乗るラルフ・シューマッハが獲得した。1997年はペドロデラ・ロサが前線表彰台に上がり、ローラがチャンピオンマシンとなった。1998年は優勝回数だけ見ればローラが6勝に対してレーナードが4勝であったが、レーナードを使用した元山明がチャンピオンとなり、ローラユーザーがレーナードへ移行するきっかけにもなった。 年でもあった。1999年は開発資金抑制のためフォーミュラ日本用のマシンをゼロから開発せず国際会3 0のマシンに改良を施した。開幕前のテストで同じ時期に納車、シェイクダウンテストを行ったレナードから2秒落ちのタイムしか出なかったことでレナードと比べて圧倒的にエアロダイナミクスで劣っていることが判明し、各、 チームとも車の熟成作業以前にエアロダイナミクスの改善作業に防殺されることになった。しかし、マシンの持っている基本性能が低かったことで限界があり、またローラが新たに追加、開発した空力パーツも小手先の改良であったために、テストとレースを通じてレーナードとは勝負にならなかった。各チームはローラのマシンに早々に見切りをつけて、 シーズンチューバーまでにはレーナードにスイッチした。しかしローラユーザーの中で唯一ムーンクラフトだけが最終戦まで使用した。シーズン途中から自社開発したカウルを導入し、空力的にはオリジナルとは別物といえるマシンであった。ドライバーは道上竜で2位表彰台が1回のみ。結局2000年用のマシンオーダーが入らなかったこともあり。 この年をもってローラが姿を消し、2002年までは、レーナードの事実上のワンメイクとなった。2003年から2008年2002年に、レーナード社が倒産したので、2004年から使用する予定だったマシンを前倒しして2003年からローラが、再び全日本で走ることになった。2005年までは、B351 のワンメイクで行われた。2006年は、 シャシーの更新年にあたり、引き続きローラの新型シャシーである B06-51 が使用されることになった。2009年の更新の際にもコンペティション参加しているが、これまでのシャシーの延長型であったデザインが主催者の海チともインディとも違う新しいカテゴリーという意向に沿わなかったこともありスイフトエンジニアリング性の 017N に敗れ、2008年限りで ローラシャシーはシリーズから姿を消した。ローラは1964年に T53 を作成して F3 に参戦した。これはミッドランドチームのために1台だけ作成されたものである。以後、ローラは継続的に F3 マシンを製造した。1979年に投入した T770 でローラとしては F3 マシンに初めて ウィングカー構造を採用した。翌1980年用の T770 にも含め大きな成功を収めることはできなかった。2003年にドームが設計、ローラが製作を行いマシンを販売するスタイルを取った。全日本とイギリスで数台が走りいくつかのレースで優勝はしたが、絶対的優位にあるダラーラの画像を崩すまでの戦闘力を有すことができず。 シェアの拡大はならなかった。2005年からはドームと関係を解消しローラ独自に F3 マシンを開発、供給しているが、ダラーラの優位性の前に参戦台数はわずかである。1960年代にローラはインディ500をはじめとするインディカーレースに参戦を開始した。1996年に R が分離、R 側が 独自写シ真シを導入した1997年以降も数台のみながらカート側に残り続け2001年からは再び勢力を増すことになる2002年に倒産したレーナードが2004年をもって姿を消したため2005年と2006年はローラのワンメイクとなるが2007年から使用されるマシンのコンペティションにおいてパノスに敗れ2006年限りで ジャンプカーの舞台から姿を消した。A1 グランプリの初年度となる2005から2006年シリーズから2007から2008年シリーズまで B05、52を提供していた。詳しくは A1 グランプリカーを参照。また同社はその後2010年よりユーロ3000選手権の後継として発足したオート GP で使用されている。ありがとうございます。